ってくれ。我らは命令に従っただけだ。頼む、命だけは。できぬ相談だな。お前たちは皇帝陛下に範囲を示したのみならず、すでに多くの臣民をいたずらに殺めた。たとえこの場で命を拾ってもいずれ死を賜るは必至なら、無人として潔く散る。そんな、そうだ、首謀者である太后の首を差し出す。これならば皇帝陛下も。この人たち、せめてもの情けと知れ。手を挙げよ、マクシム。は。貴様に任務を与える。キルーチヌイにて世に反旗を翻した輩がいる。行きてこれを鎮めよ。反乱でございますか。そうだ、世の叔父にあたる男の名。陛下の。まっ全く、何をとち狂ったんだか。自尊心だけは人一倍強い味方でした。与えられた地位に不満を募らせていたのだ。身の程知らずめは、情けで生かされていることを忘れたと見える。あの愚物のことです。列強に踊らされているのではありますまいか。十分にありえますね。いずれにせよ帝国の恥、一刻も早く始末せねば。我が帝国に皇族など存在せぬ。世のみがある。それだけよ。行けマキシム。初陣を勝利で飾り、世の目に狂いはなかったと貴様自らの手で証明してみせよ。はっ、必ずや。陛下に賜りし、この右腕に誓って。陛下はこの任を帝国四将の前で直々に与えてくださった。受胎となった私の力で、まだ忠義を試しているだけではない。深い何かを確かめておられる。そんな気がしてならない。マクシム様、皆無事だな。はい、周辺の村々で略奪を繰り返していた族とどもは全て片付けました。では行くぞ。太后がこもる城塞はこの先だ。